さあ行こうか。はい、始まりました、さくらゆきの東京大学しゃべり部。最近気になることは、東大の友達が生協の味噌汁を勝手に飲んでいることについてです。さくらゆきです、よろしくお願いします。どうも、中の人誠司です。はい、生協で連れが勝手に味噌汁飲む。はい、私の友達が生協でバイトをしてるんですよ、食堂で、東大の、バイトをしているんですけど、あの味噌汁をどうやら勝手に飲んでるっていう話を聞いて、それはさ、はい、まかないちゃうの？いや、まかないじゃないんです。なんかお茶を飲むのは自由なんですって、で、なんかその湯飲みにさりげなく味噌汁をついで飲んでるらしいです、なるほど。ちょっとしたバイトテロみたいな感じか。そうなんですよ。ちょっと可愛いもんですけど、でも、でも嫌じゃないですか、働いてる人がなんか裏で自由に飲み食い、商品を飲み食いしてると思うと。そうやな、なんか不衛生な感じもするよな。はい、 それってさ、味噌汁をさ飲んでるっていうことをなんで知ってんの？いや、今日言ってさんでってたんですよ。あ、自分で言ってた。自分で言ってたんです。私飲んでるのって。なるほど、飲んじゃうんだって。飲んじゃうんだって、お腹減ってんのかな。塩分不足やな。なるほど、はい。いや、あの1回目やったっけ、はい、バイトテロの話をしたの。はい、まあ、バイトテロとは一体何ぞやっていうのをさ、聞いてる人ももしかしてわからないと思うから、ゆき説明してみて。バイトテロっていうのは最近よく問題になってるんですけど、ツイッターに、あのバイト、飲食店とかのバイトの店員がツイッターに、例えば冷凍庫に入ってる写真、お店の冷凍庫に入ってる写真載せたり、あのピザを顔につけて、フェイスパックみたいにしてやってる写真とかを載せたりして、お店のもう評判に響いちゃって、もう場合によってはお店が倒産まで苦情が殺到して追い込まれちゃうみたいなことをバイトテロっていう最近は言われてて。そういうことですよ、はい、メディアでもね騒がしているこのバイトテロ、はい、愉快犯も出てきてるよ。はい、だってバイトテロすればちょっと有名になれるんやもん。そのツイッター、ちょっと軽く英雄になれるんですよ、だから炎上目的でそれを、わざとしている若者たちも出てきてるよな。確かに、その恨みを、お店に恨みがあって、ちょっと破産に追い込んでやろうみたいな感じでできちゃいますもんね。できちゃうよ、はい、ついに、はい、バイトテロで初の破産のお店が出ました。破産ですよ。閉店とかじゃなくて、もうその会社が潰れた。1店舗だけじゃなくて会社ごと、ね、会社ごと、たまのそば店、蕎麦屋さんがね、男子学生が食器洗浄機に入った姿をツイッターに投稿して破産やで。うわー、これむごい な何世帯の人生狂わせてるんですかこれなあ。いや、もうあのさ、この学生もさ、はい、まあ、こいつアホやで、はい、ほんまにアホやし、もう救いようがないけど、ここまで大事になると思ってなかったと思うね。そうですね。あと、はい、ま、このツイッターだけが全原因ではないと思うよ、この破産、倒産っていうのはね、はい、なんかそれが引き金になって後押しはしたかもしんないけど、はい、まあ破産はちょっとね、もともとギリギリだったかもしれない。もともとそんなに儲かってなかったんやろ、はい、この蕎麦屋はな。でも間違いなくこのツイッターのアホバイトテロによって、はい、あの後押しはされたよな。そうですね。でその他にも、はい、おバカ画像で閉店に追い込まれた店舗っていうのがあって、はい、まず高知のローソン、はい、アイスクリームの中に、アイスクリームケースの中に入り込む画像を Facebook に投稿したバイトテロ、はあ、であとハンバーグチェーンのブロンコビリー、おお、これは冷蔵庫に入った写真をツイッターに投稿、はいはい、で餃子の王将、男性客が裸でカウンターの椅子に座る画像、これ全部閉店ですよ。しょうもないけど嫌ですね。アホってなんかに入りたがんのかな。狭いとこに。
アホやん。入ってみようと思っちゃう、うん、とりあえず。冷蔵庫とかさ、はい、食器乾燥機、あ、食器洗浄機とかさ、はい、アイスクリームケースの中に入りたい衝動って、そうそうなんやん。はい。落ち着くんですかね。なんか、赤子に帰ろうとしてるんですかね。お家でやっとるって話かな。なんでバイトで、もうこれ、いや前も言うたけどさ、はい、この風潮はあかん。ほんまにあかん。はい。あの、閉店とかもしないでいい。だってアイスクリームケースに入ったところで、うん、商品のアイスは包装されてるわけじゃないですか、うん、だから別にそんな不衛生でも言うほど、まあ、嫌だけど、うん、そんな騒ぐことでもないですよね、まあ、でもさあもう今はもうほら行けみたいな感じで叩くところを探しているような人たちがいるからさ、はい、なあ、そういうのでもちょっとしたきっかけあったらまあやりたい放題叩くよな。そうですね。もうそのアイスクリームケースをその店員ごと捨てたらええやん。はいはい、蓋閉めてな、ポイッと外に、はい、でもこれもそれもチャラですよね。全部もうこれ捨てたんですいません、はい、ってちょっとアイスクリームケース新しいの買うんで、はい、今回許してもらえませんかすいませんでええやんか。いいですよ全然。何これでさ、はい、このバイトテロ、はい、これちょっともうブームみたいになってきてるやん、はい、こんだけさお店にダメージを与えるこのバイトテロがいよいよ商売になってきてるの、はい、えバイトテロビジネスってことですか。そう、ライバル店にバイトテロ派遣しますみたいな。そんな資格を送るみたいな。そう、そんなそんなあるんですか現代社会で。びっくりせえ。びっくりしますよ。ゴルゴ13バイト界のそのうち映画化するんじゃないかと思っちゃうバイトテロをテーマにみたいな。ひどすぎるよな。ひどいですよ。まあ競合店がある激戦区とかに調べて、はい、そのライバル店にバイトテロを送り込みますみたいな舞台文句で、はいはい、約15万から、はい25万円でバイトを送り込んでテロを起こすっていう裏ビジネスまで誕生したっていうね。バカバカしい。バカバカしいし、もう本当にクズじゃないですかこんな商売。クズですよ、うん、だってバイトテロリストっていう職業が生まれようとしてるってこと。そうです。僕はいろんな手を使ってバイトテロを、はい、任せてください。あそこの店とどめさせて。あんなことやこんなことやりますねみたいな。食べログとかあるやん。はい、あの口コミのさ、はい、サイト。あれってやっぱり飲食店側からすると口コミってやっぱすごい大事なわけさ。はい。で、その食べログとかに今までその悪い風評を書くっていうそういうことはよくあったの。確かにいいことを書く仕事もあるって聞きます。そうそうそう。はい、がさらに進化してもう潰しにかかるっていう。もう怖っと思って誰も雇えなくなるよな。はい、いいんですかそんな寂しい社会で。だからもうほんまこのバイトテロについてはもうちょっとたびたび言っていきたいですよ。喋、はい、り部で、はい、あかん閉めたら、はい、閉めたらあかん、閉めたらあかん、うん、なんか不衛生で言ったら私もっと信用できないものを見つけたんですよ。何何。この前、うん、温泉にお仕事で行った時に、うん、温泉とか健康ランドの、うん、消毒済みって書いてある、うん、こうボックスがあって、うん、それにブラシが入ってるんですよ。使っていいですよっていうブラシが入ってるんですよ、うんうんうん、でもそれなんかでなんかちょっとオレンジの光がこう差してるみたいな、うん、あれって本当に綺麗なんですか。いやあれさ、使い回しのブラシがオレンジの光のところに入ったら消毒済みなの。実際じゃあそのブラシを手に持って見てみた。はい、見てみました。だけどなんか見た目はそんなに、うん、なんか別に汚い何かがついてるとかじゃないんですけど、うん、けどなんかもう疲れてるんですよもうブラシが。うんうん、疲れたブラシなんです。結構使い古されたはい、本当にこれは消毒済みなのかって、うん、フルブラシ、はい、フルブラシ、うん、あとスリッパとか、はいはいはい、ウィーンってこう回転式で出てくるじゃないですか、うんうん、あれは絶対綺麗じゃないと思います。使えないタイプ。使えない使えないタイプ。
使えますけど、でもそれをなんかあたかも衛生的ですっていうのは、なんか違う。じゃあもう普通に開き直ってスリッパ入れとこに入れとけばいいのに、わざわざあんな、そうやな、不思議な機械に入れなくてもって、うん、俺ブラシに関しては、はい、一遍嫌な思いをしたことあるから使えない。何ですか？まあそのオレンジの光に包まれた、優しい光に包まれたねブルブラシさんたち、はいはい、手に取ってみたのよ、はい、もう毛ついてね、ほんまに。そう、そのまま入れてるパターンですね、使用済みの歯から。そう、もうたまらんやん、はい、知ってる人の毛やったらいいで別に、はい、だけどさ全然身も知らずのさ、はい、人の毛がついてるブラシをいくら消毒済みとはいえ使えるかおそうですよ、気持ち悪いよな。気持ち悪いです。いやだから俺はそういうところのさ、サウナとか俺大好きなの行くの、はい、なんか楽しいの、はい、だけどブラシは使われへんな。そうですよね、気持ち悪い、はい、うん、なんか嫌、はい、あとサウナのとこに敷いてあるマットもなかなかじゃないですか。いやもうなかなかレベルじゃないよあんなもん。広めてるって書いてる、うん、あれ変えてないですよね、ずっと。あれはもうなんだろう、サウナ界のパンドラの箱と俺は呼んでるからね。あれが一番やばい。あれやばいですよね。だってそんな頻繁に消毒なんかできるわけないやん、はい、雪の一個手前の人がさ、はい、水虫の人やったらさ、はい、もうそれはもうアウトなわけですよやろ、もう温床ですよ。でも飛び越すしかないよな、はい、いやだからあの辺の何消毒してますっていうのはもう信用しないようにしてる俺、うん、なんか抗菌って何なんですかね、あのエスカレーターの手すりとかに抗菌って書いてあるじゃないですか、うん、あれもわけがわからないんですよ、手すりの抗菌。もうさ、はい、そんな俺たち過保護にしないでって思うよなもう書かないでそういうこと。それこそ優しい嘘ですよね、もう、うん、もう書かなくていいよって、はい、どうせそういうの書いてても汚いんでしょって。だから抗菌っていう字を全部デンジャーに書いていこう消毒済みむしろ覚悟しとけぐらいの。そうそう、デンジャー使うんやったらお前らそれなりの腹をくくって自己責任で。そう、生レバ中止になってもさ、はい、今何生レバ食うやつもおるし出す店もあるわけよ、はいはい、最近逮捕されましたよ、生レバを出して逮捕された店が出ましたよ、はい、でもそれってもう自己責任で食ってるわけやん、はい、生レバをさ、はい、一緒抗菌はデンジャー、はい、もう自己責任で使ってくださいと、はい、じゃあ俺も望むところですよ、はい、使えません、僕は使えませんって決めてサウナに行きました滋賀だけでサウナ行ったらどうやった、楽しかった？いやすごい楽しかったんですけど、うん、なんかみんなで銭湯に入った時に、うん、すごく女の子のファンにすごく似てる人がいたんですよ、うん、はいはいはい、でその人は全然ファンじゃなかったんですけど、うん、みんなもうメガネとかも外してるし、メガネとかもう視界もぼやけてるし、うん、なんかあれあの人ってなっちゃって、うん、みんなすごく身を隠すように、うん、寄せ集めて、はい、あやサウナのところでさ、こそこそしました、はい、まあタコネみたいなもんや、はい、で他の一般って言うけど普通のお客さんもいっぱいおるわけ、はい、それこそおばちゃんからおばあちゃんからさ、はい、子供から女の子がいっぱいおるわけやんか、はい、お前らが集まったらうるさいと思うね俺。そう、聞いてください。仮眠室で、うん、健康ランドの仮眠室で、うん、みんなで滋賀で寝ようと思って入ったんですよ、うん、そしたら予想以上に静かで、うん、いびきおばちゃんがいっぱいいて、みんな寝てるから、みんないびきかいてて、うん、でなんかもう静かすぎて、うん、シーンと音が聞こえるぐらい静かだったんですよ、うん、静かいで、でその静けさに平気な私とか月宮かねちゃんとかは、うん、こう静かにしてたんですけど、うん、もうさくらりなちゃんとか、うん、亀田怜央ちゃんとか澤田梨沙ちゃんとかは、うん、もうおかしくておかしくて仕方なかったみたいで、アホさんバカなすがもうクソ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 
ってすごい笑うんですよ。腹立つわそんなおったら。で、あの黒瀬さらちゃんに至っては、うん、あの牛乳パックの飲み物をジュージューするんですよ。ジュー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 ジで、全然知らんおばちゃんにうるせえボケって言われたら、もう面白くて仕方がなかったよ。もうみんな、もう息ができない、呼吸困難状態で、髪質でも。それはでも、あれやな、はい、そのおばちゃんには本当に悪いことしたけど、はい、お前たちはなんか青春の1ページを紡いだね。はい、思い出ができます。腹痛かったやろ。痛かったです。内臓ちぎれるかと思って。苦しむ息ができないと思いました。ここ最近で一番笑ったんちゃう？笑いました。でも笑ったらあかんや、はい、みんな寝てるしな。はい、うるせえボケって何や、はい、な、何やな、はい、めっちゃキレられました。そうかそうか、はい、まあ、やんちゃなすしがちゃん、はい、女の子同士でさ、はい、まあ、そういう風呂とか銭湯とか行く機会ってあると思うんやけど、はい、いける方、あのバン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 私の裸見てよみたいな、どうよ私のブラックホールみたいな言える方、吸い込むわよあなたたちみんな、うかうかしてると私のブラックホールで吸い込むわよって。分からへんけど、もうギューンって吸い込んじゃう方。いや、出方を見ますね、みんなの。ああ、なるほど。あ、合わせます、みんなのテンションに。なるほど。みんながタオルを巻くなら私も巻きます。あ、でみんなが平気ならじゃあ私も、実際私ちょっと恥ずかしいんですけど、はいはいはい、恥ずかしいんですけど、みんながもう平気って感じなら、もうその空気に身を任せます。はい、ミラータイプね。はい、ミラータイプ、うん、こっちね。はい、分かる分かる。あの、浮きたくないんですよ、そのなんていうか、はいはい、裸を見せる見せないっていう、ちょっと人間としてのちょっとデリケートな部分に。そうやな、ブラックホールの部分やからな。はい、で、滋賀でじゃあサウナ行きましたと、はい、スチームガールズさんでね、はい、9人で行ったの、はい、行きましたと、はい、どうやったん？これファンの人めっちゃ聞きたいと思うわ。いや、みんな、うん、もうブラックホールを見せていました。見せていた。ということはミラー、吸い込み合ってました。ミラータイプの雪はもう全然解放するせざるを得なかった。なるほど。で、でも、はい、そこでも固くなにガードするやつっているわけよ。いますね。それは誰？それは、うん、あの、もはや、うん、みんなが入らない時間を狙って、うん、先に入っちゃった黒瀬沙羅ちゃん。あ、知らないうちにもう入っちゃったんですよ。沙羅はそういうガードマンか。はい、ガードタイプか。絶対一緒は嫌みたいな。なるほど。絶対おるよな。はい、アリス10番では、はい、まあ、俺そういう聞き取り調査をしたんですよ。はい、面白いわね、はい、そのアイドルの生態だからさ、はい、どうなんっつったら、藤崎麻美が、はい、もうカーン、ドイツのカーン、ゴールキーパーの、ゴールキーパー鉄壁のガードやったらしい。なるほど。まあ、夏にさ、はい、ツアーで行ってんやんか、はい、もうあのタオルを、はい、ビキニみたいにして、さらにそこからパレオみたいにして、はい、もう服着てるやろって。あ、ない、ない。あずさん、さっき の、 あの私服よりも服着てないっていうぐらい、はい、タオルでぐるぐる巻きになって、はい、ミイラ女みたいにしてジャーンって現れたらしいで、余計エロいわってびっくりしました。なったらしい、はい、だからきっとそのファンの人はさ、はい、そのアイドルのみんなが一緒にお風呂入ってるっていうさ、エロい意味じゃなくて、はい、燃えると思うねや、はい、そこはなんか小鳥みたいな感じよ、チュン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 みたいな、はい、な感じですよ。その戯れを想像したいわけですよ、はい、聞いてるね、人たちは、はい、じゃあスチームガールズ、これ想像できるネタできましたよ。8人はじゃあ入ったわけですよね。はい、入りました。大丈夫、あのエリナの父とかでしばかれてない？あんまり。エリナさんはもうなんかあの熟知していました、あの音声の楽しみ方を。 あいつはもうそういう、私流みたいな。あいつ B 級ものはお任せあれみたいな
感じやんか。はい。なんか本当に、はい、あのボイラースで湯加減の音量、湯加減まで調節しましょうかみたいな。かまじいみたいな感じで調合するんですよ。千と千尋の。アイドル界のかまじい。かまじいですよ。神谷絵里奈。腕伸びますから。腕伸びてもう調合しますよ温泉を。面白いかな桜雪。やるかな今のは。はい。はい。ね。はい、というねスチームガールズさんですけど、曲行こうか。はい、はい、そんな、サウナでブラックホール全開の桜駅から送る今週の曲をお願いします。はい、はいはい、奈良光恵&藤山一郎、青い山脈。メールよも。はい、神奈川県の亮太から。はい、ゆきちゃん中の人こんばんは。こんばんは。こんばんは。今保育士を目指していて、うん、保育学科の在籍をしているのですが、はい、アイドルを好きなせいか、もしかしたら某アイドルの最年少をしているからか、はい、ロリコンかよとか、はい、アイドル好きで保育士って大丈夫なのってよく言われます、はい、どう言い返せばいいですか。なるほど。アイドル好きイコールロリコンになるの。いや、だってアイドルだからってそんな若いとも限らないじゃないですか、うんうん、でも若い女の子に好き好きって言ってるやつはロリコンかって言ったら、うん、まあロリコンじゃないですか。ロリコン言っちゃった。ロリコンだと思いますけど、うん、けどなんかちょっとロリコンって言うとちょっと歪んだ思考みたいなイメージがつくじゃないですか、うんうん、イメージ悪いね。はい、だけどやっぱりアイドルを応援するっていうスタンスはやっぱり誰かの夢を応援するっていう意味で、やっぱ保育士とかやっぱその人に尽くす仕事なわけじゃないですか、うん、だからそんなに悪いことではないと思いますけどね。なんかロリコンっていう字がもうあかんかもな、この言葉が。そうですね、なんか、はい、変えようか、喋り部でつけてあげよう。ロリコンに変わる。うん、リョータのね。はい。まあこのリョータがロリコンかどうか置いといて、はい、これからね、リョータが呼ばれるその保育士&ロリコンにかかる言葉。はい。コロリンでいいよな。コロリン。入れ替えただけじゃないですか。変わってない。怖いです、はい、はい、コロリンですけど何か？コンプレックス感が全くなくなりました。やろ？シンプルになりました。うん、もうコロリンでいいよ。コロリン、うん、僕コロリンでさーっつって、うん、あ、コロリンなの？ってあ、奇遇俺もみたいな、どんどんそういう会話していってもらおう。なるほど。はい、では亮太は今後保育士兼コロリンでいいんじゃないでしょうかね。うん、コロリン、うん、なんか人気が出そうですね、あのちびっ子たちにも。ちびっ子たちにコロリンだーって。アリスプロジェクトでも作りますよ今後ね。コロリン列みたいな、いや、あの中学生とか小学生の、はい、女の子集めてコロリンっていうユニット。コロリン、コロリン、コロリンっていうユニット、はい、コロリンっていうユニット作るんで、あの、はい、期待しておいていただければなと。まあ、で、はい、これはちょっとね、はい、問題にしないとダメですよ、はい、アイドルが好きだとロリコンなのかっていうのを、はい、なんかやっぱりじゃあ例えば、スチームガールズだったら16、17のメンバーがいるわけやんか、はい、16、17歳のメンバーをじゃあ応援しているとして、ね、ロリコンになるのかって言ったら、はい、ここの線はロリコンにならないと思うの。私も思います。もう半分大人ですよ、うん、16、17って。だって16歳ってさ、はい、法律上も結婚できる年やんか、はい、ね、だけどなんかその法律で守られる年でもあるわけやんか。そうですね。じゃあ例えばさ、はい、よニュースであるやん、はい、変なおっさんが16歳とやっちゃいましたと、はい、逮捕ですみたいな、ようあるやん、はい、な、アイドル運営でもよう捕まってるやつおるやんか。はい、もうびっくりするんやけど、はい、どうなったらそうなってこうなってああなんのって思うけど。はい、それっては言うのは罪なわけじゃないですか。はい、犯罪ですよそれって、はい、もうこれは恥ずかしい犯罪ですよ。そうですね、うん、僕はあのコロリンでした。
はは言うてコロリン剤ね。そうですよ、嫌です。コロリン剤でメディアで報道されてしまうこの松代までの家事レベルやんか。はい。だけどさ、片や結婚していい年なわけじゃない。はい。じゃあそのね人と結婚前提でそういうことをしていると OK なのかっていうその線引きもあるわけやん。はい。ね、結婚しようって言ってさ、はい、それでやってしまって子供が生まれるとか全然それはもうしょうがないし OK なわけやんか。そうですね、いくらでもそういうカップルおるわけやしさ、はい、だからいくつからがまあその犯罪のラインは置いといて、はい、ロリコンなんだろうかと考えた時に、はい、じゃあ中学生のジュニアアイドルを追っかけしてます。これは、さくらゆき的にコロリンラインいきますか。コロリン、コロリンですね、うん、コロリンいきました。コロリンです、はい、なるほど。16歳、高校1年生はコロリンじゃないけど、はい、15歳、中学生はコロリン。そうですね、なんか義務教育まではコロリンです、うん、義務教育まではコロリン。コロリンです。なるほど、わかりました。まだ働かない子たちなので、うん、コロリンだと思います。なんていうか、もうまだ社会には話されないはずの人たち。そうやな、はい、は、何やったっけ。コロリンコロリンっていうその語感がすごくもうたまんないよね。はい、はい、東大生しかもアイドルの力、はい、何回ぐらい出た今日コロリンって。もう通算20回ぐらいは言ってるんじゃないですか、うん、じゃあ、はい、もう小学生アイドルもいるわけや。いますね。ね、もうこんな子たちが歌って踊ってできるのっていう子たちが、はい、もう結構お前らよりダンスうまかったりするわけやんか、はい、今の時代、はい、だから全然エンターテイナーとしては需要があるわけだし、はい、立派なもんだと思うの、はい、でもさ、じゃあいい大人がさ、はい、ねえ、なになにちゃーんって言って応援していってチェキを取ってるのはどうなの。それは、うん、アイドルとして応援しているのはどうなの。はい、アイドルとして、うん、その子が本気で好きで、うん、そのなんかもう本当に恋愛感情として好きならもうコロリンですよ。なるほど、完全なるコロリンですよ。もう真っ赤なコロリンですよ、うん、真っ赤なコロリン、真っ赤なコロリンですよ。はいはい。だけど、うん、そのなんて言うんだろう、なんかちょっとなんて言うんですか、必要とされたいじゃないですけど、うん、なんか守ってあげたいというか、うん、もっと支えてあげたいというか、そういうなんかこう母性のようなものが出てるとしたら、うん、それは、うん、コロリンではないです。なるほど、ノットコロリン、ノットコロリンです。わかりました。恋愛感情ガチ恋で、はい、義務教育のアイドルを応援してる人たちはコロリン、コロリンです、はい、でエンターテイナーとして夢を応援したかったりとか母性愛とかで応援しているのはノットコロリン。わかりました、はい、これ出ましたよ、はい、あのラインが長年のこのアイドル業界が抱えていた、はい、この闇の部分、はい、ね、ここのラインっていうものを明確化しましたよ、はい、これすごいことだと思う。これ今週のピック、はい、今週のピックアップに、今後はアイドルオタクの人はここを基準にコロリンかコロリンじゃないかっていうのを判断できるわけですよ。はい、ね、いや素晴らしいんじゃないでしょうか。あの回答的に、はい、今日バッチリ出せたと思いますけど、はい、なんでリョータはね、はい、今応援しているアイドルの年齢ちょっと書いてないんで分かんないけど、はい、先ほどね、喋り部で決まったこのコロリンライン、はい、ここを超えているか超えていないかで判断していただければ、はい、でそれで、うん、仲間の保育士にも言い返しちゃったよな、はい、俺は中学生のアイドルを応援してるけどこういう気持ちで応援してるから俺はコロリンじゃないんだよ。そうです、ノットコロリンだ。そうそう、バチンと言ってあげたら、はい、いいわけですよ、はい、ね、アイドルオタクのさ、はい、話していい？はい、たまに見かけるんだけど、はい、まあアイドル現場に来てさ、はい、チェキとかさ
取られたりとかさ、はい、まあね、物販で握手会並んだりとかね、現場で応援してくれる人たちの中に、はい、いや俺はアイドルオタクじゃないからとか、はい、なんかオタクじゃないってところことをアピールしてくる人いない？なんか俺は一般、そう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 、一般人だからって、うん、俺、うん、言うんですけど、 あれって俺なんでそれを運営とかアイドルにアピールして何かあるってっていうのがすごい俺昔からあって、はい、いいやんって、別にアイドルの、ね、現場に来てんだから、俺アイドルオタクですみたいな、今日はアイドルオタクなんですとか普通に開き直りゃいいと思うのに、はい、なんでいや俺は一般だからとか、いや僕はアイドルオタじゃないんでとか、はい、言っちゃうんかなと思って。それって、うん、なんか本気で言ってない気がするんですよ、うん、はいはい、なんかギャグで言ってるってこと？ギャグっていうか、なんかそれ自分は確かに一般的に言えばアイドルオタクに分類されることは分かっていながらも、うん、なんかそうじゃないみたいな、なんか人、うん、なんていうかオタクとしてじゃなくて人間として自分を相手に見てほしいときに俺は一般人だって言うんじゃないかなって思うんですよ。なるほど、そういう考察ね。はい、だから俺の中ではそれアイドルオタクっていうことが恥ずかしいのかなとか、はい、もしくはそういうことをアイドルに伝えることによって好感度が上がるのかなって思ってるのかなと思うの。あ、逆やねん、そこって逆に、え、なんでこの人こういうこと言うんだろうって思わせてしまうと思うねや、はい、こっちからするとさ、別にアイドルオタクであろうが、はい、アニメオタクであろうが、はい、電車オタクであろうが、はい、ねえ、それか全くそういうことを興味ないラピュタの親方さんであろうがで、それはもうファンなわけやん、はい、そこの現場にチケットで払って来てくれた時点でさ、はい、もうねえ、どんどん私たちウェルカムみたいな感じなわけじゃない、はい、そこでさ、俺アイドルオタクじゃないからとかっていうので一個バンと壁を作られたら余計とっつきにくくなると思うねや。アイドルオタクですって言われた方が、うん、こっちも話しやすいですよ、うん、てかそんなことをまず言わなくていいかなっつって、はい、自分のそのセミ肩書きを、はい、うん、いや僕サラリーマンやってるんだ、一般人でアイドルオタクじゃないけどとか、このケツいらんよ、はい、もうそこっては言うのは自分で決めるとこじゃないやんか、はい、だからアリスハンはもうそういうことを言わないってかっこよかってほしい、俺はもう堂々としてほしい、堂々と、うん、その代わりこっちはそれに恥じないものを提供するより頑張るから、はい、もう現場に来てたら、はい、もうオタクだろうが一般だろうが何でもいいじゃんって、はい、わざわざ、いや俺アイドルオタじゃねえからとかいうことをもうしないでいこうよって言って、なんかそれってほんとかっこいい行為じゃないと思うの、うん、はい、うん、じゃあむしろオタクかっこいいの文化を、うん、そういうのを作りたいと思うし、オタクじゃない俺一般人だからっていうのを自ら PR するこの行為を、はい、もう俺はもうそろ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 この現象を、うん、やめたらいいんじゃないってすごい思うの。それを俺チェキの時に言われても、はい、はあ、え、どういう感じで言ってくるんですか？あ、どうもこんにちは、はい、チェキこっちです、スチームガールズの、はい、小柳ともえちゃんで、ノーマルチェキお願いします。はい、ノーマルチェキ、ともえノーマルチェキ、はい、僕ちょっとでもアイドル現場とか他にもちょっと行ってるんですけど、あれです、面白いですね。あ、本当ですか、はい、アイドル好きなんですか？いや、でもアイドルオタクじゃないんですよっていうこの会話はい、いらんやん。いらないです。言ってくんねん、僕アイドルオタクじゃないんですけど。アイドルオタクじゃないですか、だってそれ。いや、もうアイドルオタクやんけお前ってノーマルチェキ言うとるやないかってなるわけじゃないですか。はい、うん、だから、はい、なんで言っちゃうかなと思って、俺もそこをさ、そうあ、なんだろう、なんやろ、切なくて、はい、悲しくて、そして愛しくて、篠原涼子の歌みたいな感じになるわけですよ。はい、抱きしめたくなんねん。
お前はもうお前もういいんだよって、もういいよ無理せんで頑張らなくていいんだよ三つをって言ってあげたくなる本当に、はい、だからこれなもうだってもだから、はい、俺アリスファンはかっこよくあってほしいの、かっこいいもんだって、はい、彼らって、はい、うん、めちゃくちゃプライド持って応援してるしさ、はい、なんか自分たちの応援方法にもさね、それぞれなんか芯もあってさ、うん、で何よりも何やろその女の子をめっちゃ大事にするやん、はい、まあお前たちね、はい、ほんと紳士やしさ、はい、俺こんだけこんな女の子に優しくしたことねえよっていうぐらい優しくするわけよ、はい、すげえなと思ってすごいと思います。見習うべきところがあるわけですよ、はい、だから彼らのその女性に対する思いっていうのは、はい、特筆すべきところがあるやんか、はい、それぐらい伝わってくるわけですよこっち側に、はい、いやそこってさかっこいいかかっこ悪いかって言ったらさかっこいいやん、そんなかっこいいですよ、女の子大事にしてさ、はい、優しくできてさ、はい、弱い立場なわけよ女の子ってさ、はい、そこに優しくして愛情を注いでさ、はい、紳士でいれるわけじゃない、はい、かっこいいじゃん、かっこいいですよ、うん、それをじゃあ世間一般から見てアイドルオタクって言われるかもしれないし、はい、そういうふうにねアイドル側も思うかもしれないけど、はい、全然いいじゃんそれでって思うの、思いますね、なんで別にそのアイドルオタクっていうのはなんていうのそのかっこ悪いみたいな感じして俺一般だからっていうふうにガードを一枚貼るんかなっていう、自分で気づいてないんですね、うん、オタクのかっこよさに、そうだよだから、はい、もっと俺堂々とやっていけばいいやんって思う、はい、全然そういう風に生きていってほしいなって思いました、はい、最近時期を切って最近時期を切って思いました、寂しい人がいるとそう、はい、もうアイドルオタクじゃないっていうアピールをもうしないでほしい、はい、うん、抱きしめていくから次からそういうことをすると僕が、はい、アイドルと握手する前に俺が接触しちゃうから、はい、お前もう頑張んなよってアリスで統一しましょう、アリスのスタッフで、うん、統一してそういうこと言うやつは抱きしめろと、はい、社訓にそうそうアリスプロジェクト社訓にスタッフが抱きしめろと、はい、七子さんにも言っとくわ福岡、はい、に抱きしめてあげてください、はい、うん、ということで、はい、以降よろしくお願いします、よろしくお願いします、メール行こうか、はい、東京都のスモールさんからうわー来ましたよ、来ましたね、下ネタ大王スモールからですよ、はい、背筋をちょっと伸ばします、ゆきたん中野ひとたん、はい、こんばんはスモタンですこの時点でうっとうしいちょっと気に入っちゃいましたねスモタンの相性、ゆきたん中野ひとたんとどうしたっけ中野はショコタンみたいな、びっくりしますけども、はい、毎回楽しく聞いております、はいはい、お二人でラジオをやられていますがゲストを呼んだりはしないんですか、はい、ということなんですけど、はいはい、呼びませんよそんなもんここはゆきの喋り場ですから、はいはい、ゲストなんかね、まだまだお呼びできる状態じゃないです、そうですね、もう少し、はい、しっかり喋れるようになってからお客様は、そうですね、はい、ゆきのゆきこの部屋みたいなゆきこの部屋、はい、形でやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、すもたん、はい、結構メンバーの中でもこのラジオを聞いてて、はい、まあ、ボリカノンあたりが、はい、まあ、このラジオを聞いて、はい、スモールさんに注目し始めてるわけですよ、はい、でもカノンはもちろんスモタンのことを知ってるんですよ、はい、でユキが言ってた通りスモールさんは下ネタばっかりぶっこくけど見た目は本当におとなしそうな人なんやろ、はい、そうなんです、マリモカぐらい静かな人なんやろ、そうなんです、揺られてますやろ、なはい、水面でカノンもそれを言ってくるの、はい、いや社長とすごいっすよってギャップがあって、うん、あのスモールさんがこんな下ネタばっかり書いてくると思わないですよ、はい、で俺がこの前チェキをもぎっててんで、はい、だからちょうどスモールさんが来てんで俺の中で、はい、カノンはもう遠く離れたところで社長それがスモールですよってずっとね飛ばしてくれたけど結局見つからなかったって分からなかったっていうね、いやもう本当に
ご飯ですよの、うんうん、男の人のキャラクターぐらい、うん、本当に、うん、もう何の角もトゲもない人です。はあ、桃屋のメガネをかけたそんな感じです。なるほど、はい、分かりました。じゃあ相撲に会うの楽しみにしてます。はい、はい、では続いてのメールいきます。はい、続いてのメールなんですが、埼玉県の藤くん。はい、僕は大学3年の見た目いかつい系男子です。毎日そこそこ楽しく暮らしてはいるんですが、一つだけ不安が、はい、はい、それは彼女が生まれてこの方できたことがないということ。はい、周りの男子からはそれはない、嘘はつくなと言われるけど一度もないんです。はい、女の子に興味がないというわけでもなく、異性と全く話さないというわけでもないんですが、自分から行くタイプじゃないんです。その上高校の校則で恋愛禁止条例があって、ほぼ3年間異性と喋ることがなく、異性とのコミュニケーション方法がわからなくなりました。なんか自分だけ乗り遅れてる気がして、どうしたらいいですか。正直焦ってますということですけど、学校が恋愛禁止ってそんなことあんの。何 AKB すごくない。すごい。何があったんですかその学校に。校則ができるってことは、うん、きっと過去に何かそういう事件があって、うん、この学校は恋愛禁止しようってなったと思うんですよ。うん、鼻からこの学校は恋愛禁止で行くなんて学校はきっとないと思うんですけど。ないだろうね。何があったんでしょうね。よっぽど先生がリア充に対して恨みを持ってるとか死ね死ね団の一員かもわからんね先生がそうかもしれない。でも藤君さ、はい、まずさ、はい、見た目いかつい系男子とか自分で言うか。あのその時点で私はダメだと思いました。なあ、この時点でお前は女の子の心はもうつかめないなと思いました。1行目からお前は恋愛偏差値低いぞ恋愛して偏差値バカ引くの雪でも、うん、こんねえバカ引くの雪に対してさ見た目いかつい系男子なんですけどとか言ってきたらさあ近寄れないですよ。低いやろ、はい、じゃあ駅から見てこの、藤くんが、はい、恋愛するにはじゃあどうしてあげたらいいと思う。恋愛するには、うん、まずさコミュニケーションが怖いんやって。女の子と女の子と、うん、いやでもアイドルと藤くんはアイドルオタクなんですか。アイドル好きなんだろうね多分ね。こうやってメールを送ってきてるってことは、ってことはきっと接触とかで、うん、女の子は見慣れてはいるはず、うん、なるほど。なのででも普通に異性と話さないわけじゃないのに自分からいけない、うん、これは何なんでしょう。自分に自信がないってことですか。まあ自分に自信もないしどうしていいのかわからないんだって。そうね、うん、恋愛偏差値バカ引くなんて気も、うん、そんな恋愛相談を持ちかけられることもなかなかないので。あどうなんですかね。お前、私の恋愛偏差値2、3って分かって言ってんのか。さくら駅舐めんなよと。ちょっと、そんな偉そうにアドバイスできる立場じゃないですけど、うん、けど、でも女の子はきっと褒められて悪い気がする子はいないと思うので、うん、いっぱい褒めたりすることから始めればいいんじゃないですか。優しくしたり。そっち側の握手列で練習してもいいよな。そうですね。うん、あの、たくさん、きっといろんな土がもいろんなメンバーがいるので、うん、あこういうタイプの女の子がいるんだっていうちょっと軽く肩慣らしに。アイドルの握手会ってさ、はい、俺すごい女の子と喋ることの練習になると思うわ、はい、要は10秒ぐらいのもんやん、はい、あの10秒に全ての思いを込めたりとかさそのコミュニケーションをするわけやんか、はい、それはアイドル側ももちろん気合入ってるし、はい、ファン側も気合入ってるわけやん、はい、お互い気合入ってる状態でのガチンコ勝負なわけやんか、はい、アイドルもファンに、ね、なってもらわないとダメ、はい、オタクの人たちもねファンの人たちもなんかアイドルと楽しい会話がしたいっていう、はい、この2つの思いが重なった時にこの起きる欲望の渦たるやんこれはものすごいことだと思うんです、はい、だからまずはせっかくねさくら駅が今アイドルやってるので、はい、スチームガールズの握手会でちょっと藤君練習しましょう、はい、してほしいです。してください、うん、あと藤君ね、はい、これ
正直見た目なんてそんなに問題じゃないんだよ。あの不潔さえ不潔でさえなかったら、はい、いいやん別に。はい、そう思います。多少さ不細工でもさいいと思うんだ、はい、それって、はい、で特にな、あの、はい、アイドルの子とかってピュアだからさ、はい、そんなにかっこいいあの人みたいなのないから安心して練習していいと思うんだけど、はい、やっぱりこのコミュニケーションが大事だと思うんだ、はい、あの言葉って人間に与えられた唯一のそのなんだろう、もう人間しかこんだけコミュニケーション豊かに言葉って使えないやんか、はい、この言葉をどれだけ藤くんがなんだろう大事に扱えるかだね。はあ、確かに、うん、言葉遣いとか、いや違うね、言葉のチョイスですか、ワードセンス、うん違うの、あのさ言葉って要は相手に伝えようと思ってお話するわけやんか、はい、でじゃあ今俺がね桜雪とか藤くんとかリスナーに対してさ、まあ今から一生懸命伝えようと喋るんだけど、はい、声って手足と同じと思わないとダメなんだ、うんうん、手足でさ何か物を触れた時に、例えば人に触れた時に、はい、手で触れた時、手にはその人の感触があるわけやんか、はい、でその人の感触、その人には桜駅に触れられたという感触があるわけやん、はい、これっていうのは手が触覚があるからやんか、はい、この意識を言葉でも持つんだよ、はい、言葉にも触覚があると、ね、言葉でも手や足と一緒のようにその相手に触れるようにお話しするっていうことを心がけるの。はあ、そうなるとさ、それを心がけてお話しすると、はい、すごく相手の心に届くというか、なんか気持ちを込めて喋っているから、これを昔の人がよく言ったように言霊というんだ、ね、はあ、この言霊っていうものをうまく扱える人っていうのはモテるの。あの会話が上手だしコミュニケーション能力が高いから、はい、でじゃあ言葉のそのコミュニケーション能力が低い人と言葉のコミュニケーション能力が高い人、言霊を使えるとか高い人が喋るとするやんか、はい、そうするとさ低い人が高い人につられてどんどんとそのなんだろう言葉に心を乗せれるようになるの。うん、だから藤くんはそういう練習をまずした方がいいと思うね。すごい今瀬戸内寂聴さんの話を聞いてるのかと思った瀬戸内寂聴かと思った、はい、社長が見えてきました。そう、説法に見えてきた、はい、でですよ、はい、まだ続きがあってですね、はい、これ言葉で相手に触れる、はい、この、ね、方法はすごく難しい。最初はなかなかできない。だから意識をまずすること、この意識するっていうことはかなり、物事によって大きく変わってくるから、はい、でこの意識の方法だけど、年がら年中自分が喋ってる言葉に言霊を乗せて相手に触れるように喋るっていうのは相当やっぱり修練がいるし、はい、長い間ずっとそのお話をすることとか伝えることをしている人じゃないと難しいと思う、はい、だから今から言う3つの言葉だけをまずものすごく心を込めて話すの。3つの言葉、うん、この言葉だけは相手に絶対触れてやるぞっていう気持ちで喋るの、はい、それがまずは感謝の言葉、はい、ありがとうとかそういうことかな、はい、で愛の言葉、はい、愛してるとか好きっていう言葉、はい、で謝罪の言葉、ごめんなさいとか、この愛と感謝と謝罪のこの3つだけは絶対に相手に触れる気持ちで喋る、はい、これをまずできるようになれば随分その段階でその人は言葉のその伝え方というものが上手になってる、うん、はー、だから、はい、言葉でセックスすると思ったらいいんだ。はい、分かった、はい分かりました、はい、なのでね、はい、これだって恥ずかしがることじゃないんだ、はい、うん、体だけのそのつながりがセックスじゃなくて、その好きな人とか大事な人とか例えば家族とか、はい、しっかりとその言霊を乗せてお話しできるようになれば、大切な人にさ、はい、何か伝えたいこととかをしっかりと伝えるようになれば、本当に言葉でさ相手とさコミュニケーションが触れ合えるの、はい、その実感っていうものを必ずいつかできるようになると思う。上手な人とやればやるほど上手になるの、はい、だからあこの人コミュニケーション上手だなとか伝えることが上手だなとか思う人とたくさん喋るの、
そうすることによってどんどんその人の低い方がレベルが上がっていく、高い方がレベル落ちないからね、はい、だからその釣ってもらうって感じだね。なるほど。だから上手い人を探すんだ藤君は、周りに。そう、こういう言葉の使い方とか使い方が上手い人ね、はい、うん、で言葉でセックスする、言葉で相手に触れるっていうことをすごく意識する、ね、で3つの言葉だけは大事にしないとダメなんですけど、その3つの言葉は何ですか？ありがとうっていう感謝の言葉と、ごめんなさいっていう謝罪の言葉と、うん、あと好きだよっていう愛の言葉です。正解です。はい、これまたゆきちゃん芸能君できました。はい、でもこれは人生君になるからね。はい、例えばゆきがね、家族とお話しするときとかね、はい、そういったときにこういう言葉、じゃあゆきが20年後子供ができました、はい、ときにこの言葉の使い方を覚えていれば必ず豊かな家庭が築けるから、もうそういう風に豊かになると思う。なるほど。こういうコミュニケーションがしっかりできる人と近くに入れるってことはね、はい、イコール自分の言葉が豊かになるんだ、うん、はい、でさらにテクニカルな話をねするとね、はい、何か相手が自分が伝えたいってことは前もって自分で考えるわけやんか、こういうことを相手に伝えたいなって思った時に、はい、一番その本命の人に伝えたい時に、はい、いきなり一発目でそこに伝えない、最初に練習する。練習、うん、その練習相手は、はい、お母さんでもいいしお父さんでもいいし、さすがに告白とかは難しいけど、いやゆきゆきさこんな面白いことがあったんだよというその自分の伝えたい話、はい、じゃあさっきのさ長野で土屋で、はい、サウナ行ってこんな話があったんですよっていうゆきの中で面白かった話を相手に伝えたかった時、はい、こういった時にいきなり本番でそれをぶつけない。まずは身近な、滑ってもいいやん、お父さんとかお母さんだったらさ、はい、妹もいるじゃん、はい、そういう人たちにするの。なるほど。ほんで相手の反応とかさ、自分のトークの間っていうのをまずそこで掴むの、その一個の話、伝えたい話に対して、はい、でしっかり起承転結をつけて、で余計な部分を省く。じゃあ例えばユキがサウナに行きました、はい、これはどこのサウナに行ったか、まあ長野やんか、はい、長野っていう余計な部分をユキは最初言わなかった。これはすごいいいことなの、いらないの、はい、そこに長野ってことはね、はい、だからサウナに行っててすごい簡潔になったわけだ、はい、長野のサウナっていうのはいらないの、はい、そういったいらない部分をまず端折っていくっていう作業をするの、はい、でそういう作業をしながら喋ってリアクションを受けて、後で考えるの、あここもうちょっとこうできるなとか、ここもう少し起承転結をできつけれるなって思うことを自分の中ですごい吟味するの、その話を。でこれを5回するの。5回、5回、もう同じ話してもいいよ、親でも友達でも、はい、5回すればかなりすごくその話にが美しくなってる、綺麗になってる、すごく伝えやすいストーリーになってる。はあ。だからゆきもさ MC でこんな話をしたいって思った時は、はい、まず親とか妹に喋ってこんな話があったんだ、はい、伝ってるかなっていうものを探りながらお話する、うんうん、っていうことをやっていけば、これお話上手になれるんですよ。すごい、うん、これで、はい、藤くんも、うん、モテモテですよ。モテモテです、はい、はあ、今週も悩める子羊作っちゃったわ俺たち作っちゃったわめっちゃいいラジオじゃないですかはあ、はあ、ゆきメール募集しようか。はい、はい、さくらゆきの東京大学しゃべり部では、うん、メッセージを募集しています。ラジスラジオ局で検索して質問フォームで、質問、相談、主張、何でもいいのでメールを送ってきてください。お待ちしております。はい、大喜利なんですけどもね、はい、ちょっと今週面白いのがなかったので引き続き募集しよう。はい、はい、先週の大喜利のお題覚えてる？はい、サダイさんのカツオがいつもより多めに怒られていました。さてそれは何でしょうか、ということでございます。はい、ね、来週も引き続きこのお題で、お待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。 Don't know why I didn't come when I saw the break of day. I wish that I could fly awayInstead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand.
I would die in ecstasy, but I'll be your backbones, driving down the road alone. I didn't